はいどうも、この週からです。ビルダーでやっていきたいと思います。今回ですけども、サブクエストで屋根の修理っていうクエストがあるんですけども、初めての屋根作り、ちょっと今回経験してみたいと思います。まあ屋根作りというか、まあ修理するだけなんですけどね。確か旅の扉の、1個目かな、にあるみたいです。岩山のところに屋敷があって、その屋上に、なんか、そのあれがあるらしいんですけど、岩山ってどれやろな、まず。岩山を探すか。岩山ってあの、キメラがおるやつやんな。あれが岩山やから、なんか久しぶりすぎてここどんなんやったか覚えてないけど、あんまり俺も。まあ、とりあえず行ってみようか。修理しよう、じゃあ。ほっ。ほっ。よっ。まあ、これがでいいでしょ。よし、行きますか。あ、あった。岩山や。あそこやな、多分岩山って。これ多分砂利道かな。砂利道かな、砂利石かな。オッケー。砂利石結構使ったりするかもしれんから、持っとこう。よいしょあ、なるほどね。白いやつが砂利石ね。はいはい、はい。はいはいはい。オッケーオッケー。真っ白なやつね。で、岩山って言ったらもうこれぐらいだと思うんで、多分ここに囲まれてるところがあるらしいんですよ。あ、屋敷やん、完全にこれ。屋敷高人やん、これ。あ、ちょ、待て待て。邪魔邪魔邪魔。あ、あった、確かに。なんかあからさまに怪しいやん、これ。この屋敷。ほっ。あ、確かに壊れとる。ん？どっかになんかあるらしい、この屋上の。あ、中に入ったらいいんかな、これ。入れるんか、中、これ。あ、壊せる、入れる、中に。お、すげえ、なんか作るとこもある。お、怪しいな、これ、明らかにな。調べる。文字が書かれてる、かすれてて読めない。どうやら随分昔だったらって言うのだ。お？看板ね。なるほど。入り口はどっちだ？うん、こっちか、まあ、まあ、こっちやわな。よし。失礼しまーす。お、くつろぎソファーある。パクれ。パクれ、パクれ。パクったれ。パクとけ、パクとけ、いっぱい。お、もう、おー、なにこれ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 。めっちゃかっこいい机あるんやけど、なにこれ。おい、ちょっとちょうだい。スクエアテーブル？スクエアエニックスみたいなテーブル発見した。おー、この家かっこいいな。あ、なんかあるぞ、またこれ。お、魚や。何これ？井戸？かまど？うわ、ここめっちゃあるやん、なんか。あ、なんかある。ほう！こんなとこが隠されてたんだな。ここ素材めっちゃあるぞ。よし、取ったれ取ったれ取ったれ。柱でかっ！うーわ、柱ゲットしていっぱい。柱超ゲットできるやん、ここ。こっちは？おー、すげえ。本棚？本棚のこれどこにあったんやろ？まあ、ええわ。まあ、とりあえずパクれるだけパクって帰ろう。鉄則1。パクれるだけパクれ。ほうほう。お、ベッドベッドベッド。パクって帰ろうっと。お、なにこれ？あ、引き出しや！キャビネットズ！キャビネットズゲット！よっしゃー。あ！壁掛けタオル！おー、すげえ！めっちゃあるな！ん？ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。なるほど。パクっとこう。よし。ここが。ああ、怪しいな、ここやな。ここの？こっちかな？はしご登ったところに？ああ、これか！あ！メモや、これや。おう、俺が最後の仕事と決めた。この屋敷の屋根修理もついに完成できなかった。依頼の人はとっくに病気で死んで、俺も同じ病気で間もなく死ぬだろう。この家の屋根を修理したってきっと何の意味もねえ。だが俺は職人の最後のものづくりとして、この屋根の修理を完成させたかったんだ。もしこの紙を読む者が意思を受け継ぎ、屋根の修理をさせてくれたら、屋根の修理を完成させてくれたら嬉しく思う。したらんけい。お、ありがとう。斜め板、お、ありがとう。ありがとう。出っ張り角。引っ込み。ありがとう。あ、開けへん。よし。やろう。え、道具いっぱい？マジで？マジで道具いっぱいっすか？え、じゃあどこにある屋根の装備。よし、オッケー。じゃあ埋めていこうか。まあ、これがまあ、これやわな。こうやわな。ほ
ああ、いいねいいね。で、屋根かっこいいな。これ欲しいな、全部。これ壊したらあかんかな、やっぱ。これかな、出っ張り角。おお、かっこええ。すげえな、これ。あ、かっこいい、かっこいい、かっこいい。よいしょ。これはもうこれやな。めっちゃええやん、これ。なんかおかしいけど。なんかおかしいぞ、だいぶおかしいぞ。違う。ここやな。あれ？あれ？なぜだ？これか。あれ？なんか OK になったぞ、これ。なんで？あ、なんか下のやつ壊してもだ、もしかして中の。中壊してもだか、なんか。あ、これでいいんか。あー、これでいいんや。あ、これでいいんや。あ、OK。よしよし。ここは、これか。あ、これや。OK、あった。よーし。おー、欠けてるねー。欠けてらっしゃるねー。よいしょ。よいしょ。ほい。ほい。お、これは、これやな、多分。あ、ちゃうな。ミスった、ごめん。ミスった、ごめんよ。ごめんよ、ごめんよ。こうか。で、これを、オッケー。で、これも、こう。おったー！あとこの上を、作れば、終わりだ。どうだ！来たー！屋根完成させましたー。宝箱に古い支援が入っていた。これを読んですよ。あ、これちゃうわ。完成、あ、来た！俺に俺の職人の人、受け取ってくれ！何？おお！屋根作れるわよ、これで。マジで。でかっ！斜めた、ひらめた。いい、いい、いいよ、いいよ。マジでこれ作れるんや。うわ、屋根作れるなったぞ、これで一気に。マジか。だいぶでかいぞ。屋根作り。おい！パクれるやん、しかもこれ全部。パクれちゃうのかいよ。あ、出て。落とされた。屋根がないぞ。あった。レンガと線、あ、線量めっちゃいるやん。あー、これはちょっとめんどくさいな。パクろう。パクろう。パクれるだけパクって帰ろう。これを自力で作り出すとなるとね、まあ、レンガはあるとしても、木材もまあまだ大丈夫としても、まあでも相当の数がいると。あ、またミスった。バカだ、俺は。よいしょよいしょ。なるほど、これないんか、これ。ここが。おお、怖いな、ここ。出れや。はい、危ない危ない。下落としていこう。せりゃ。よし、じゃあ帰ろうか。ちょっと収納箱にちょっと入れていかな。これちょっとあれやな、アイテムがありすぎて持てないという悲劇。しかもくつろぎソファー2個目ゲットしてしまったという悲劇で、しかもテーブルもやばいのゲットしてしまったという悲劇。悲劇ではないんやけどな。感激なんやけどな。とんでもなくなってもだな。くつろぎソファーが2個あるぞ。どんだけくつろぎたいねんって話やな。あー、もうこの奥に置いとく、くつろぎソファー。よし、あ、置いとこうか、このくつろぎソファーね、ここにね。なんかいらんもん置いとこう、ここのくつろぎソファーの横に。あ、こんなんとこいらんやん、もう。一回。よし。よし、よし。あ、でもここ、ここあれやな。松明ね。待てよ。あれ置きたいな。お、かまど。食材置きたいな、これ。かがり火ね。
はがり病置いときたいな、ここ。よいしょ。で、この前に置いとこうか、これじゃあ。まあ、ちょっとおかしいな。ミスった。ミスった、ミスった、ミスった。ちょっと待って、どこだ。ストリートファー入れ替えよう。よし。もう置けるもん置いとけと。よいしょ。で、本棚とかは、ま、やっぱこの辺かな、置くとしたらね。それか、あー、こっちの部屋かな。木工の部屋かな。この部屋ちょっといらんな、これ別に。お、なってしまった。この部屋いらんと思うね、これ別に。ベッドま、一個でいいと思う、これ。で、この辺に置いとこう、これ。ま、焚き火もおかしいしな、これよく考えたらさ。木の壁ね。よし、んで、ここに、本棚かな。で、本棚の上にキャビネット置こう。あ、いいね、いいね。あ、逆やな、これ。これ逆やな。キャビネットの上に、本棚やな。あ、でもここは置こうか。あ、いいね、いいね。うん。これはこれでいいやん。よし。で、あとなんか面白そうなやつあるかな。足をもゲットしたな、だいぶ。今回ちょっと収穫しすぎたからさ、シンク。シンクとかもこの辺とかどうしてんかっていう正直もう悩んでもどうかな、俺今。かまど。かまど置いとくっていうこの辺によくわからんけど。もうね、ちょっと置くもん多すぎて、入りきらない。ので、まあ、こういうとこも使っていくしかないよな。ああ、この辺はさ、壁掛けタオルとかこのシンクとかはやっぱ水、洗い場じゃない？この辺じゃない？やっぱりどう考えてもさ。まあ、これちょっと置こうか、こっちに。あ、これ持っとるんか、シンク。一緒これ、シンクって。あ、一緒やん、これ。いらんやん。もう持っとるやん。壁掛けタオル。あ。あ、いいね、あ、いいね、いいね、いいね。タオルかかっとるみたいな、ここにね。あ、これいいやん。はい、ちょっと今回はちょっとかなり、やりましたよ、いろいろ。屋根の修理、プラス、めっちゃアイテムパクってきましたから、一気にね、ちょっとね、もう持ち物が多すぎるんで、ちょっとまた整理しとこうと思います。いや、録画外で。ちょっとマジで多すぎる、これ。もうどうもできんっていうレベルで、もう入らへんからな。ほら。やばいな。収納箱にちょっと素材預けてね、ちょっと整理しときたいと思います。で、屋根もできるようになったんで、またいずれ、ちょっと屋根作りも挑戦してみようかなと、思います。はい、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。